こんにちは、ずいふうさんです。今日はキンプリの岩橋、元気さんの運勢を占ってみたいと思います。今ね、活動休止ということでね、体調の方ね、大丈夫でしょうか。昨日もね、やっぱり、体調不良ということでね、20のね、運勢を見てみましたけども、まやさんね、見てみましたけど、その年齢で大変というのはね、あります。まやさんの場合ももう16から24歳までは大変ですと、いうねことが出ております。同じくね、岩橋さんの場合もね、一番大変なのはこれから、ね、まあ、22ぐらいからね32ぐらいまでの間はね、プレッシャーとの戦いということになります。非常にね、こういう方でね、なんて言うんだろう、一番大変なのはね、冷たいというふうにね思われるということです。なんで冷たいかというと、冷たいと思われるかというと、ある目的についてその集中したいというね、そういうような運勢ですので、余分なことは切り捨てるということ、ゆえに余分な付き合いもね、全部そぎ取る、なんだちょっと飲み会ぐらい付き合えよって言って、いや今日は何々するからお断りしますって言ってね、バサバサとね、冷たく断っている、ね、まあ相手からすればですけどね、ご本人からすればやっぱり、集中して、やっていきたいっていうね気持ちがあると、そのためにやっているということなんですけども、周りはそうは取らないということでね、苦労している人は多いです。で、実際こういうようなね方いますけども、やっぱりこう仕事を完璧にこなしたいということでね、ちょっと不利な、みんなが嫌がる仕事とか回ってくるとね、もうね暴れてね、もうその断るというかね、もう発狂してね断るとかね、そんなに深刻に考えなくてもいいのにね、深刻に捉えてね、まあその代わりこう引き受けたらそれを完璧にねこなしていくということでね、そんなに無理しなくてもみたいなね感じです。で、ちょっとね嫌な仕事でも我慢してやってるって、もう適当にこなしてる人が多いんですけどね、それも断る、ね、もう適当にやるってことできないからね、発狂してでもね、断る、ですから断っている、あの人だけなんだ断って仕事やってねえじゃないか、自分ばっかり安全な仕事やってるじゃないか、ね、というふうに思われちゃうっていう人もおります。ですからね、こういう運勢持ってくるとね大変だなっていうね、ことは思います。同じ運勢はね、やっぱり江口洋介さん、現場ではいろいろ大変らしいですけどね、まあそれはもうなるほどなっていうことは思います。ですからね、これをね一極集中
何かのその一極に集中するっていうことでね、一点に絞って何かをやっていく、ね、そういうような運勢ですのでね、断っていいと思います。嫌なこととかね、その代わりその何かの一点にね絞ってそれに集中していくっていう、だからその集中できるものがないとね、やっぱり悩んでしまうっていうことはあるのかなっていうことは思いました。そしてもう一つ、大変なのはね、恋愛。恋愛でもね、やっぱり好きな人ができる。そうするとね、もう握ったものはね、もう離さないということがやっぱ特徴ですので、お客さんでこういう方が恋愛相談来るとね、やっぱ一歩引いてちょっと身構えてしまうっていうのが本心です。だからね、もうこうギューッと握ったね、もうこう指をこうやって一本ずつこうやってこうこじ開けて、まあもう無理ですよと。ね、恋人のタトゥーとか入れないでくださいよみたいなね、それでも裏切られる、ね、そしてひどい目に遭う、借金を負う、ね、とかね、まあ非常にこうなんでなんだよっていうふうにね思う、そういうこともあります。それもやっぱりもう最もこうしつこいっていうんじゃないですけど、握ったものはもう離さない、意地でもてこでも動かない、それがねやっぱりこう何か悲劇を生んだりするっていうケースが多いです。ですからね、自分が相手を変えてやる、ね、そういう言葉を、まあ、出るでしょう。こういう方を前にするとね、自分が変えてやる、変わりません、ね、ですから人と過去は変えられない、ね、未来と自分は変えられる、ね、そういうねことでございます。だからまあいくらね相手を変えてやろう変えてやろうって言ってもね、無理なことです、ね、それよりも認めてあげましょうっていうところなんですけどね。あるいはそのもう無理だったらね、もう明らかにちょっとやめといた方がいいですよっていうね場合はね、ということなんですけども、地獄の底までついていくみたいな、三河健一のね、さそり座の女ってね、もうあの通りですみたいなね。ですからまあ大変だなっていうこと、恋愛も大変だな、社会的にも大変だな、家に帰ってもやっぱりね非常にじっとしてないとかね、そういうような大変だし、でお父さんとお母さん望むこと違う、ですからね、非常に大変な運勢、ですからね、こういう方はねウバっていうふうにね言われてます。ウバというとね、市場を捨てて三大将軍をね育てる、春日の局であらねばならないっていうね、春日の局なのにそのこの子は私の子だってかずかね、あの春日の局が言ったとしましょう、そういうことなんですよね。だからまあこれをもう公ね、三代将軍家光を自分は育てると、まあその時は三代将軍とは まだ決まってませんでしたけどね、将軍のご子息をねしっかり育て上げる、ね、母のように慕ってくるけどね、母ではないと、乳母であるということ、ですからね、そういう辛さ、ね、ですからそういう辛さと戦う、あるいはその公私をしっかり分ける、公私混同するとねえらい目に遭う
運勢ですのでね、しっかりとね分ける。でやっぱりね、もう天地夢とかこういう運勢の方ってね大変だなと思うんですけども、やっぱり天地夢さんなんかも講師をしっかり分ける、区別する、使い分けの練習なんですね。なんでこの世に生まれてきたかって使い分けをする。いいんですよ、二重人格でも三重人格でもね、ここの部分ではこういうふうに振る舞う、あそこの部分ではこういうふうに振る舞うってね、しっかりとね、使い分けをねしていく、そういうことが大切な運勢なんですよということでね、整理をしていくと。だからそれがやっぱりうまくできないとね、パニック障害ですか、パニック障害になったりとか、まあ、いろいろありますけどね、病気になってる人もいます。ですからそういう練習なんだということでね、使い分けてる人、何でもない人は何でもないですからね、あ、なるほど、そういうふうにちゃんと使い分けてんだなってね、思う人もたくさんいますということで、まあこれからね、まあとりあえずね、療養中なんでしっかり体を治して、出てきていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。